アスリート時代の、小野お子きは、日本の体操選手、政治家。君党は朝日大受賞。旧姓は大泉。参議院議員、環境政務次官、社団法人日本音楽著作権協会理事長、国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、参議院予算委員長、独立行政法人日本スポーツ、振興センター理事長。 笹川スポーツ財団理事長などを歴任した。宮城県岩沼市に生まれ、その後秋田県秋田市に移る。幼少時、病弱だったため体操を始めた。1952年の国民体育大会で、後の夫となる、同じ秋田県出身で4学年上の体操選手の小野隆と知り合った。指定として、今日の指導を受けるうちに互いに恋が芽生え、 東京教育大学体育学部を卒業後の1958年に結婚した。慶応義塾大学体育研究所に勤務しながら体操の技能を磨いた清子は1960年のローマオリンピック、1964年の東京オリンピックと夫婦揃って連続出場した。特に東京大会では一男一女の二児の母として出場し、赤の長袖レオタードに 白のエレガンスシューズ姿で演技をこなし、体操競技で団体銅メダルを得た。夫との間には息子二人、娘三人がいる。体操選手を引退後は、中央教育審議会委員など、各種審議会委員を務めて、スポーツを通じた青少年教育に従事。1986年の第14回参議院議員通常選挙に、当時の総理、総裁、 中曽根康弘の要請で立候補し、東京都選挙区で初当選。中曽根派に所属し、第18回参議院議員通常選挙での落選を挟み、通算3期18年間議員を務めた。日本音楽著作権協会理事長や、日本オリンピック委員会理事、国際要審会合起動連盟の会長や日本、オリンピアンズ協会、日本バスケットボール協会の副会長など、 スポーツ、文教関係の役職を歴任した。第1次小泉第2次改造内閣で初入閣。国家公安委員会委員長、内閣府特命担当大臣、内閣府特命担当大臣の3ポストを兼任し、第2次小泉内閣でも留任した。その後も女性初の参議院予算委員長、自由民主党議員会副委員長を歴任した。2007年、 三期の人気満了とともに、正界から引退した。2008年4月、長年にわたるスポーツ界並びに、正界への功績により、日本政府より春の叙勲で、朝日大受章を受章することが発表された。日本のスポーツ選手経験者としては、初となる大受章叙勲でもある。また、2007年10月より、日本スポーツ振興センターの理事長を務めた。 2011年の人気満了により理事長を退任し、小野の公認には日本アンチドーピング機構会長などを務めた医学者の河野一郎が就任した。2015年5月、日本バスケットボール協会副会長に就任。2021年3月13日、死去。85歳没。同年1月中旬に自宅で転倒して骨折し入院していた最中に、 新型コロナウイルス感染症に感染。治療を受けていたが容体が急変し13日に死去したと生前所属していた自由民主党が3月18日に発表した。日本国政府は4月9日の閣議で死没日をもって13位に除すことを決定した。ありがとうございます。